ジューシー・ J はアメリカ合衆国テネシー州、シェルビー郡メンフィス出身のラッパー、ソングライター、音楽プロデューサー。1991年に結成した36マフィアのメンバーでもある。1991年に DJ ポール、ロード、インファマスと共に36マフィアを結成。DJ ポールと自主レーベル、プロフェットエンターテイメントを設立した。 1994年には DJ ポールと新たな自主レーベルヒプノタイズマインズを設立している。2002年にノースノースレコーズからアルバムクロニクルズオブザジュースマンでソロデビュー。2005年に公開された映画ハッスルフローの主題歌として DJ ポールやフレイジャー・ボーイと書き下ろした It's Hard Out Here for A Pimp が第78回アカデミー賞で アカデミー一家局賞を受賞。2009年には7年ぶりとなるアルバム、ハッスルティル、アイダイをセレクトオーヒッツからリリースした。2012年にコロンビアレコードとドクター・ルークのレーベルであるケモサベレコーズと契約。2013年に遺跡後初アルバムとなるステイトリッピーをリリースした。同年にケイティ・ペリーがリリースしたアルバムプリズム収録曲の ダークホースに客演として参加。この楽曲は2015年の第57回グラミー賞で最優秀ポップデュオグループパフォーマンスにノミネートされた。ありがとうございます。